始め。今回はこんな絵です。ゆるふわです。優しそうなイメージです。そして綱がたくさんついてます。綱を覚えておいてください。最後に犬っぽい雰囲気ですね。犬耳を感じますね。犬を綱につないで散歩しているイメージを思い浮かべられるといい感じです。五代将軍は徳川綱吉です。さあ、綱と犬のイメージを使っていきましょう。綱はそのまま綱です。そして優しそうなお兄さんが犬をよしよししています。よしよししています。綱よしです。実際に犬に優しくする政策を作った人です。犬を大事にしようという法令で有名ですが、生類、人間も含めたいろいろな動物を大事にせよというのが生類憐れみの例です。子供を捨てることや病人を捨てることを禁止したり、牛や馬などの動物虐待を禁止しました。その中でも特に犬を特別にしたので、犬のやつということで有名です。綱吉さん、実際に犬公方、犬将軍なんて言われちゃってます。何はともあれ犬っぽい将軍だったよな、なんか犬を大事にしてたよなと思い出してください。蕎麦用人は綱吉が設置した新しい役職です。それまでは大老というポジションが江戸幕府の制度の最高職でした。ちなみに臨時の時にしか設置されなかったので、大老のいない時は最高責任者は老中でした。蕎麦用人は将軍と老中の取り次ぎ役です。老中を超える権力がありました。これを設置したのが綱吉です。さあ、今回の絵を見てみましょう。優しそうですね。そばに人を置いているイメージですね。綱吉のそばにはそば用人がいたと思い出してください。綱吉は様々な役職にいろいろな人を任命します。今回は特にテストに出やすい2つの役職と、それに任命された2人を覚えちゃいましょう。大学の神の林信厚と、天文方の渋川俊海です。一人ずつ言ってみましょう。大学の神は幕府の学問を管轄するポジションです。現代にも大学というものはありますし、そのトップ、リーダーということで覚えやすいかと思います。さて、綱吉がこの大学の神に任命したのは林信厚です。大学受験のプロで予備校の講師といえば誰か思い当たりませんか？今でしょ！林先生！林先生が
分厚い教科書を持っているところをイメージしてください。林、分厚い、林、分厚、林信厚。大学の紙に任命されたのは林信厚です。天文方は幕府の天文や暦を司るポジションです。綱吉は天文方に渋川俊海を任命しました。では一緒に夜空を見上げてみましょう。天の川が見えますね。いやー、綺麗な星の海だな。この空を渋いおじさまと一緒に眺めているとしましょう。渋い、天の川、星の海。天文方に任命されたのは渋川俊海です。この他にも綱吉は様々な役職にいろいろな人を任命します。優しそうな将軍にいろいろな人材が集まってきているイメージで思い出してください。江戸時代では初めの頃、慶長金銀を使っていましたが、綱吉の代で元禄金銀に改鋳されます。金の含有率を大幅に下げて一時的に財政を潤しました。この元禄金銀に改鋳しようと言ったのが勘定吟味役、幕府の財政を担当する荻原重秀です。この元禄金銀と荻原重秀、テストに出やすいので覚えちゃいましょう。今回の絵の綱吉さん、なんか犬っぽかったですよね。もう一匹犬に登場してもらいましょう。こんな絵を用意しました。それではこの絵をよく見ていきましょう。真ん中の紙幣が気になりますね。おお、大金が扇状に。そしてもう一つ、三味線が気になりましたね。近づいてみましょう。ん？弦が 1,2,3,4,5,6 本、弦が6本、紙幣の扇、弦が6本、扇、弦6、荻原重秀、元禄金銀。荻原重秀が元禄金銀に改鋳しました。うわぁ、思い出せねえという時は2匹の犬を思い出してください。綱吉の代の時に荻原重秀が元禄金銀に改鋳しました。終わり。